皆さんこんにちは、イギリス大学院生のかなです。今日はイギリス大学院の出願プロセスについてお話ししていきたいと思います。今日お話しする内容は大きく5つあります。私の簡単な自己紹介をした後に、大学院留学を決めた理由、大学院選びについてと、必要な書類と IELTS についてお話ししていきたいと思います。で、私の簡単な自己紹介から先にしていくと、私は2000年生まれの22歳です。で、九州の田舎の県の田舎の町で生まれ育ち、22年間ずっと地元を離れることなく生活をしてきました。で、2022年の3月に4年生の大学を卒業して、2022年の8月にイギリスのユニバーシティ・オブ・バースっていう大学に在籍をしています。大学では法学部に入っていました。法学部だったんですけど、社会学系寄りのゼミに入っていて、こう人間間の葛藤だったりっていうのに、第三者がどういう風に入っていくのかとか、社会構成主義とかを専門的に勉強していました。海外経験からお話しすると、初めての海外が高校2年生の韓国だったんですけど、これは旅行じゃなくって、高校のプログラムで自分の課題研究を韓国で発表する機会をもらって、それを発表しに行ったのが初めての海外 で、高校2年生の春休みにアメリカに2週間だけ短期留学をしに行ったことがあります。で、大学1年生の時に、大学生訪韓団っていうプログラムに合格できたので、それで10日間韓国研修に行き、で、あとは大学のプログラムで香港のインターンシップができたので、それに行ったくらいですかね。オフィシャルな感じでの海外経験はこんな感じになります。あとはもう旅行で、なんか長くて1週間くらい海外に行ったことがあるっていう感じです。なので長期留学を経験したことはないですし、ましてや一人暮らしなんてもしたことない、アマチュロい人間です。大学院留学を決めた理由なんですけど、主に2つあります。1つはコロナによって自分の交換留学が中止になったこと、2つ目が卒論がすごく面白かったことです。で、自分自身高校生の時から長期留学にすごく憧れを持っていたので、それを目標に大学生活を送っていました。大学2年生の時に交換留学のドイツ枠がもらえて、それでドイツに行く準備をしようってしていた矢先にコロナが大流行して、で、中止か延期か選べたんですけど、私は中止を選びました。その後どうしても社会に出る前に留学はしたかったので、こうワーホリとかで行くのもありなのかなと思っていました。で、そしたらこう卒論を書いていくうちに、この分野すごい面白いと思って、この分野に精通したいなっていう思いが出てきて、なんて言うんだろう、もっと勉強したいみたいな勉強欲が出てきたのかな、勉強欲ですねが出てきて、で、だったら大学院留学だと留学もできるし、そして勉強もできるし、自分にめっちゃ合ってるやんみたいな風に思って大学院留学を決めました。次に大学院選びについてです。最初に国決めから入ると思うんですが、私がイギリスに決めた理由は主に3つあって、1つ目は1年で修士号が取れるっていうのと、2つ目に自分の専門領域のバックグラウンドがイギリスに合っているなっていうふうに思ったのと、私は旅行が好きなのでヨーロッパ旅行がしやすいっていう観点から選びました。次に数あるイギリスの大学からどういうふうに選んだのかっていうのをお話ししていきます。まず私はイギリス国内のランキング50位以内に入っている大学を調べました。というのも、今自分が行っている大学、4年生の大学よりはランキングが上の大学に行きたかったので、そういう絞り方をしました。で、その後に Excel で表を作ったんですね。大学名、ランキング、学費、モジュール内容、職歴が必要かどうか、必要な英語力、
あと特に面白そうなプログラムっていうのを表にまとめて比較しやすいようにしました。その50校の中から10校を絞って、私はエージェントを使ってたので、エージェントの方にこの10校大学こういうところが面白そうなんですけどどう思いますかみたいなところを他の観点からアドバイスをもらいました。例えば留学生のサポートの手厚さだったりとか、都市自体の住みやすさとか治安っていう点でアドバイスをもらって、結局3校に絞り込みました。で、この表を作る作業なんですけど、これすっごい大変で、めちゃくちゃ時間もかかるし、特に社会人の方で大学院留学を考えている方は、時間がない中でこういうことをしないといけなくなるので大変かなと思うんですけど、ここをサボってしまうと、こう絶対に後悔すると思いますし、高いお金を払っていくので、ここの作業は本当に大変なんですけど、妥協せずしっかり調べていくのがいいかなと思います。この表を作るときに私が使っていたのが Prospects と British Council を主に使っていました。これは自分の学びたい専門分野を入れると、それを提供している大学がバーって出てくるので、それを参考にしていました。私的には British Council の方がパッと見で学費とかが分かるので、そっちの方が見やすいかなと思います。で、英語に疲れた時は大学院留学協会っていうところを使っていろいろ情報収集をしていました。次に出願に必要な書類についてお話しします。私はイギリスの大学院に出願をしたので、これはイギリスの大学に必要なものと考えていただければと思います。主にパーソナルステートメント、CV、成績証明書、卒業見込み証明書、推薦状、英語能力の証明書が必要になってくると思います。大学によってまた変わってくると思うので、その都度確認していただければと思います。で、まずパーソナルステートメントについてお話しします。これはいわゆる志望動機書になります。各大学によってテーマが設定されている場合もあるんですが、私が出願した3校についてはテーマ設定がなかったので、私は過去の経歴、どういう勉強をしてきたのか、卒論でどういう内容を研究しているのかっていうのと、この大学のどういう科目を受けたいのか、その理由、あとは自分がこの大学に入学することによって、この大学自体だったり、あとは他の生徒にどういういい影響を与えられるのか、あとは自分の将来像について書きました。で、大体の大枠が完成したら、あとはその3校に沿ったそれぞれの特徴っていうのを入れ込んで、ちょっと内容を変えて完成させたっていう感じです。なので内容はそんなに大きく変わることはなかったと思います。で、ただ今通っているバースからは、出願した後にあなたのパーソナルステートメントがなんかこうジェネラルすぎるから、うちのコースをなんで志望してるのかもうちょっと詳しく書いてっていう風に書き直しの依頼が来ました。なのでちょっとここはね、反省すべき点だったなと思います。次に CV ですね。これは履歴書って思ってもらって大丈夫です。で、私はストレートで大学院進学するって決めたので職歴がありませんでした。なので書いた内容としては、卒論の研究内容とか、出願するコースに関係性のある、科目、授業科目について書いたり、あとは課外活動として大学生訪韓団っていうのに参加したり、香港の海外インターンの内容を書きました。あとはアルバイトの内容とか、あとはプレゼンした経験の内容とかですかを書きました。次に推薦状です。イギリスでは2枚以上の推薦状が必要になってくると思います。大学によっては3枚くらい必要になると思うので、これも確認していただければと思います。私はゼミの教授と授業とか卒論の作成でお世話になった教授に依頼をして推薦状を書いていただきました。
推薦状を書いていただくにあたって、自分の経歴や留学計画書っていうのを提出してお願いしました。教授はすごくお忙しいと思うので、私は出願予定の半年前ぐらいにこれまでに作成お願いしますっていう感じで依頼をしました。次に英文の成績証明書と卒業見込み証明書についてです。この2つは大学によって発行する方法とかが変わってくるのかもしれないので、各大学の教務に問い合わせてみるのが一番いいかなと思います。私は学部在籍中に出願をしたので、卒業証明書ではなくて卒業見込み証明書で出願をしました。で、合格して行くことが決まった大学には卒業証明書、正式な卒業証明書が発行されて再度送るみたいな感じになると思います。で、成績証明書に関してはイギリスの GPA の算出方法と日本の大学の算出方法が違うので、成績評価基準の英文バージョンみたいなのが絶対にあると思うので、それを教務からもらって、それも一緒に提出しました。で、成績証明書に関して言うと、皆さん気になってるのが GPA かなと思います。私も出願するときに GPA すごく気になっていました。結論から言うと GPA 低くてもなんとかなります。全ての人に大丈夫っていうのは言い切れないですけど、私が参考にしていたブログとかも見ると大抵みんな上がってるんですよね。なのでそこはそんなに心配しなくてもいいんじゃないかなと思います。 GPA が低いって思う人はパーソナルステートメントとかでこうカバーできるようないい内容を書くとか、他の部門でこうカバーできる部分はした方がいいのかなと思います。私は出願時 2.7 しかGPA がなくて、出願したい大学すべて 3.0 以上必要でした。なので絶望と自分に怒りを感じてたんですけど、3校とも合格したのでそこは大丈夫だったんだなというふうに思います。私は依頼しなかったんですけど、 BEO 留学のサポート、呼び方が間違ったら申し訳ないんですけど、このサポートでGPA をイギリス式に再計算してもらえるサービスがあるみたいなので、出願時に気になる方はそのサービスを受けてもいいのかなと思います。で、次に英語力証明書についてです。だいたいイギリスでは IELTS が主流になってくると思うんですが、 TOEFL も採用している大学が多いと思います。IELTS に関して言うと大抵の大学が 6.5 から7以上必要になってくると思います。で、これも本当早くから準備するに越したことはないと思います。私は10月11月に出願をしたいと思っていたんですけど、結局初めて IELTS 受けたのが9月で、で 6.5 しか取れなかったんですね。なのでもうそのまま出願をしました。で、出願した3校中2校は6.5 以上で良かったんですけど、今通ってるバースは 7.0 必要だったので、結局プレセッショナルのイングリッシュコースに通うことになりました。このコースについてはまた別の動画で詳しくお話しできればなと思います。 IELTS に関してなんですが、スコアがあと 0.5 足りないって思っていて、プレセッショナルに通いたくないっていう人は大学に交渉するのも一つの手です。私の友達が実際にライティングであと 0.5 足りないっていう状況で、本当はプレセッショナルに通わないといけなかったんですけど、大学側に交渉した結果それが免除されたって言っていたので、それも一つの手だと思います。どうしても受験者ってこう受け手というか、なんだろう、交渉なんてって思うかもしれないんですけど、案外海外はこういうのがね通用したりするので、やってみる価値はあるかなと思います。結果的に10月中旬に出願したサセックスユニバーシティには11月に合格通知をもらって、同じ時期に出願したニューカッスルユニバーシティには12月に合格通知をもらいました。11月に出願したもののパーソナルステートメントの書き直しで、結局12月
に正式に出願が完了したバースは1月の下旬に合格通知をもらったっていう感じです。合格を3校からもらって、その中でバースに決めた理由はプログラム内容が一番面白かったからです。この大学は企業との関係がすごく密で面白いプログラムを提供してくれてます。特にプラクティストラックって言って、実際の企業の課題に対して学生がコンサルティングを行うっていう面白いプロジェクトがあって、それやりたいなっていうところで最終的にバースに決めました。はい、いかがだったでしょうか。私の大学院留学の準備やプロセス、ちょっとでも参考になっていれば嬉しいです。何か質問がある方はコメントに残していただいても大丈夫ですし、インスタグラムやっているのでインスタの DM に質問をしていただけると私が回答できる範囲で回答していきたいと思います。最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。これからもいろんな動画投稿していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。